はいどうも皆さんこんにちはこんばんは GK です。今日なんですけれども今日は10月31日に限定更新がありまして、えー、限定追加がありましてハイライズが、えー、新限定で登場してますのでこちらのグレード85以上全選手徹底解説を行っております。ということで本日はパート2ですね2本目の動画になっていきます。よろしくお願いします。はいということでパート1の方はね新スキル解説ねスカイエンペラーと パーフルヘッダーかなこの2つが来てたので、まあ、それの解説及び最初の5選手を紹介させていただいたわけですが、本日はその続きですね。まあ、前回が、えー、どこまでいったかな、東京ベルディまで行きましたので、次、町田からになるかな、おそらくね、ここから6選手、はいサムネ通りやっていきたいと思います。まあ、結構ね、えーまあ、ハイライズということで、今回結構ね、身長、タッパがある選手ね、身長高い選手で、 まあ、ポジション的にはね、CF とか、まあ,ボあ、ボラン、ボランチじゃない、センターバックとか、ゴールキーパーとかね、まあ、こういったところが多めになってる限定ですので、まあ、ここね、補強対象としてる人は、まあ、注目すべき限定になる可能性はありますのでね、まあ、選手のどうか、あの、選手の評価がどうか気になる方はね、まあ、ぜひ、えー、ご覧になっていただけたらなと思いますで。さっきちらっと言いましたけど、新スキル解説はね、すでにパート1の冒頭で行ってますので、気になる方は、この動画見終わった後にでも、パート1の方のね、冒頭を覗いてみてください。 はい。ということで、じゃあ、早速ね、ここから、え、評価やっていきたいんですが、さあ、まず、今回、町田からですね。ちょっと待ってくださいね。さあ、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 オセフン選手ね。はい。見ていきましょう。さあ、グレード96、パワータイプで登場してます。スキル構成がパワフルヘッダー、ゴールハンター、豪快ボレー、チームスキルがスタメンオフェンス強化、ボナー,ー戦がキーピープラス、 総合値7,085のオフェチが1,740というカードになっています。はい。ということで、こちら、オセフン選手のカード評価なんですけれども、まあ、クラちゃんは、そうですね。うーん、ま、あ9.5で。はい。で、リーグも9.5で、はい、評価したいと思います。ということで、9.5、9.5の評価になりましたが、見ていきたいと思います。 えまずはですね、まぁ、あ、クラチャンですけれども、今回新スキルのパワフルヘッダーね、まあ、おそらく、これからの、まあ、代用だと考えると、まあ、フラスルから反応しないんですが、ワイドレンジ系とかね、アリークロス系とか、まあ、こういったところと相性が良くて、はい、深くからでも浅くからでも反応する可能性がありますので、まあ、ここをうまく活かせれば、まあ、9.5ぐらいの稼ぎはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、だから、周りの環境もちょっと大事になると思います。特に、ワイドレンジのウィングとか、まあ、サイドハーフとか、こういったところが必要になってくると思います。 であとゴールハンターですね。はい。まあこれは PK 蹴れるんで、まあ悪くないんじゃないですかね、CF にしてはね。で、ボレーもあるので、まあ一応フラスルからも対応はできるんですが、稼ぎということを考えると、パワフルヘッダーとちょっと運命の差があるので、まああくまでヘッダー組めるかどうかで評価が決まると思えば、これはま飾りぐらいと思っていいんじゃないかなと思います。で、リーグに関してもね、まあおそらくこのパワフルヘッダー、えー、今後のね、まあ結構中心的なスキルになっていくはずなので、まあ評価は高いですね。うんまあこれ持ってるだけでも当然価値はあると思います。 特にウィングワイドレンジとかね、しっかりと組める人からすると、まあ環境いいんで、まあこれからもうちょっとワイドレンジの、まあ例えばアシスト系のドリブルとかね、まあそういったのもウィコロにあったりするんですけど、まあそういったのがよりついてくると、さらにね、まあこのヘッダー使いやすくなったりすると思うんですけどね。はい。ま今後の環境、そういったところが、まあいつ進んでくるのかというのもちょっと注目ですが、まあどれぐらい早くこのヘッダー環境に寄っていくかはちょっとまだ、まあこれからのね、普及のスピードとか、まあそういった周りの環境とかね、 まあそういったのも含めてちょっと変わってはくるので、まあどうなるかっていうのはちょっと微妙なところでありますが、まあ間違いなくね、後に行けば行くほど、まあ価値が出てくるカードなんで、まあ今すぐに価値を見出すというよりは、まあ今後ね、まあ時間が経つにつれて、まあ価値が、まあ下手したら増していくぐらいの感覚で見ておいていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ね、新スキルのパワフルヘッダー、まあ間違いなく今後の中心スキルになっていくと思いますので、 まあぜひね、注目してほしいなと。まあ CF 選手のね、まあヒットスキルになっていくと思いますので、まあそれの時代を先取ってると思っていただけたらなと思います。まあ今すぐにね、ワイドレンジウィングで組める人とかは試してみるといいんじゃないかなと思うんですけど、はい、ぜひね、力を自らの手で試してみてください。それぐらいしか言えないから今のところはね、はい、今後マジエクラに、えー、どれぐらいのスピードではびこっていくのかっていうのをね、ぜひ注目してみてください。 はい。じゃ続きまして、えー、ちょっと待ってね。川崎はジジュ選手でしたね。じゃあマリーノス行きましょう。さあ、エドワールド選手登場してます、えー。グレード91、スタミナタイプです。スキル構成がソリッドガーディアン、ヘディングクリア、インターセプト。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20%プラス、EP30% プラスのダブルセンス。で総合値6576のディフェンチが1562というカードになってます。 はい、ということで、こちらのエドワルド選手のカード、評価していきたいんですが、ここはですね、まあ、クラチャンは9で、はい、で、リーグも9で評価したいと思います。はい、ということで、9 9評価になりましたが、まずクラちゃんですが、A スキルがソリッドガーディアンということで、タックルスキルの最上位ですね、フライピー50%ありますと、まあ、しっかり稼いでくれそうですね。はい。で、ここにヘディングクリアとインターセプト、まあ、ディフェンスアンシスね、まあ、しっかり持ってるので、まあ、特にタックル中心として、守備しながら稼ぎもしっかり入れてくれると。 で、ボナセン EP30% プラスもあるので、ここの優勢もちょっとあるかなということで、自信持ってね、使えるんじゃないかなと思います。で、リーグもね、ソリッドガーディアン中心にディフェ3種持ってるのも非常にいいですし、ボナセンディフェプラスあるんでね、これもいいですし、プラスあるんでね、特にクラブリンクつく人からすると、よりね、もっと9.5とか、1十に近いぐらいの評価とかね、見てもいいんじゃないかなと思いますし、はい。で、ディフェ1も1562、まずまずのね、数値だと思いますので、十分ね、使っていけるんじゃないかなと思います。 はい。ということで、まあ、エドワルド選手ね、久しぶりに、まあ、限定見ましたけど、ただね、エドワルド選手といえばね、毎年フォーカスで95以上超えてきてる選手なんでね、まあ、これを超えてないのをね、どう見るかというところなんですが、まあ、でも性能的には悪くないと思うので、まあ、十分ね、まあ、今回中でも当たり枠に入ってくるカードだと思いますので、まあ、特にいい素材とかね、クラブリンク対象になってる人はぜひね、狙ってセンターバックのリーグ用と、リーグ用クラちゃんよね、共に考えてみてください。 はい。じゃあ続きまして、湘南ですね。はい。ここは、ソン・ボムン選手が、えー、グレード基準テクニックタイプで登場してます。スキル構成がダイナミックセーバー、制空権の小枠後方からのロングフィールド。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスはディフェンス20パーアップのプラスと EP30 パープ,プラスのダブルセンス。で総合値6827のディフェッチは1667という数値になってます。はい。ということで、ソン・ボムン選手のカード評価していきたいんですが、 ここはですね、まあ、クラちゃんは9ですね。はい。で、リーグも9で評価したいと思います。はい。ということで、ここも9急評価になりましたが、クラちゃんから見ていきますと、まずはダイナミックセーバーですね。シュートセーバー上位で、ムライピー30%あります。まあ、悪くないですね。はい。で、制空権の掌握と後方からのロングフィードなので、間合いがちょっとないところはね、少し不安ではありますが、まあ、クラちゃん的な話で言うと、まあ、制空権だったり、ダイナミックセーバーでね、キャッチした後に、フィードまでつなげれるんでね。 まあ稼ぎやすいのではないかなと思いますね。まあ、グレード94にしては十分稼ぎの能力はあると思います。で、あとは、まあ、ここもね、まあ94ということで、ボナセ戦のダブルセンスのね、EP30% プラスあるので、まあ、これ含めると、うん、まあ9ぐらいの評価見ていいんじゃないですかね。はい。で、リーグも、まあそうですね、9ぐらいですかね。 まあダイナミックセーバー制空権。まあ、間合いがちょっとないのがね、さっき言った通りちょっと不安ではありますけど、まあ、ここは間合いあったら、まあ、9.5ぐらいワンチャンあったかなっていうぐらいね、まあ、ディフェンチも1667、まあ、非常に高いね、能力値してますし、まあ、ボナーセンドディフェプラスあるんで、まあ、プラスあるからね、まあ、9.5ぐらいプラスね、まあ、湘南クラブリンク使ってる人とかからすれば、もうちょっと高めの評価で、まあ、見ていいと思うんですけどね。 まあ非常にまあ興味深いね、まあ、カードになってますので、まあ、間違いなく去年のマウンズマッチとかよりは、ね、強いんじゃないかなと思いますので、まあ、これまでの、ね、キャリアハイカードと言っていいんじゃないでしょうかということでね、まあ、ぜひいい素材とか持ってる人はね、こうして狙ってみてください。まあ、クラチャンでもリーグでもね、それなりに活躍はできると思います。はい、じゃ続きまして、えー、新潟ですね。はい、ここトーマス・デン選手がグレード87スピードタイプで登場してます。 スキル構成がガーディアンヘディングクリアパスカットチームスキルがディフェンスゴールキーパー全パラ強化 A ボーナスセンスはディフェンス20パーップのプラス総合値6142のディフェンチが1604というカードになってますはいということでこちらのデン選手のカード評価していきたいんですけれどもまずここはクラちゃんはですねまあ7.5かなはいでリーグはうんどうかな難しいなリーグはまあ9で、はい、評価したいと思いますいや8.5ですいません評価したいと思います はい。ということで、7、8.5という評価になりました。見ていきたいと思います。えー、まずですね、まあ、クラちゃんですけどね。はい。えー、ガーディアンですね。はい。これはいいですね。タックル上位でね、稼ぎやすそうです。で、ヘディングクリア、パスカットなんで、ディフェンスアンシ種持ってますね。はい。まあ稼げなくはないかなという感じなんで、まあ、EP つけばクラちゃんもね、まあ、全くなしではないかなと思います。で、リーグ面は8.5の評価にしましたけどね。まあガーディアン、ヘディングクリア、パスカット。 で、ボナスンディフェプラスまで持ってて、ディフェッチも1604。ま、あ十分戦えそうではありますね。まあ、ただま、あ不安要素あるとすれば C のパスカットなんで、まあ、B と C が逆だったらま、あ Q あったかなっていうぐらいですね。はい。なので、ま、あギリ8.5。ただま、あプラスがあるので、ま、あクラブリンクあるんだったら Q ぐらい見てもいいかなっていうぐらいの、はい、性能はしてるんじゃないかなと思います。ま、あここもね、85から88ということで、今回限定の中でもね、狙いやすいところでありますし、まあね、まあその、狙いやすいところプラス、 まあこれぐらいのね、能力値してるんだったら、まあ特にクラブリンクとかね、まあ現新潟とか、まあ過去裏とかになると思うんですけど、まあそういったところで発動できる人は、よりね、価値を見いだしていけると思いますし、まあ特にあと、まあそうですね、グレードがただ87なので、上の方で使いたいと思ったらね、まあそれ以外の、まあもっと高いハードルの仕上がりですね、まあキラーとか、まあそういったところも大事になるので、まあそこがね、結構みっちりといい素材持ってるんだったら、ここはね、もう優先的に狙いに行く存在になると思いますのでね、ぜひチェックしてみてください。 はい。じゃあ続きまして5選手目ですね。はい。ここはマテウス・ペイショット選手ですね。はい。グレード93、パワータイプで登場してます。スキル構成がパーフェクトポストプレイ、無回転、エース・ストライカー。チームスキルがフォワード・全パラ強化 A。ボーナスセンスがオフェンス20%プラス、EP30% プラスのダブルセンス。総合値6786のオフェチが1676というカードになってます。 はい。ということで、ペイショット選手のね、カード評価していきたいんですけれども、ここはですね、クラちゃんは9.5ですね。はい。リーグは8.5で評価したいと思います。はい。ということで5、9.5,8.5という評価になりましたが、見ていきたいと思います。はい。まず、クラちゃんですけどね、9.5。もう、これはパーフェクトポストプレイの価値がめちゃくちゃ高いね。ポストプレイヤー上位で裏50、裏 IP50% ありますと。で、発動も結構しやすいので、まあ、稼ぎ、ね、まあ、上の方の稼ぎとしてはトップクラスに。 まあ稼いでくれるスキルなので、まあ正直これだけでも十分ね、稼ぎが見込めます。で、ここに無回転とエースストライカーね、まあ CF で使うんでエースストライカーもね、PK 対象になる可能性もありますし、まあ無回転もね、まあ発動射程距離は長いので、まあ稼げなくはないんでね、まあ稼ぎやすい組み合わせには一応なってるんじゃないかなと思います。はい。まあボナス NP30% プラスもありますし、まあ十分ね、稼いでくれるんじゃないかなということで、クラちゃんはね、気をしやすいと思います。 で、リーグに関しては、まあ、ただね、ちょっとシュート、シュート2種というところが、ちょっと射程が、ま、長いにしてもね、向かい点がね、まあ、得点力がちょっと乏しいので、まあ、ここの評価がちょっと上がらないなというところと、 まあ、パーフェクトポストプレイも全く役に立たないわけじゃないし、まあ、ゴール付近でね、判定シュート打ったりするんで、特定の可能性がないわけじゃないんですけど、リーグに向いてるかと言われると、まあ、そこまで向いてないので、せっかくのね、オフプラスとかでオフ位チも高いんだけど、まあ、リーグ用として使うんだったら他のカードがちょっと優先的になるので、まあ、一応8.5の評価つけましたけど、まあ、ちょっと、リーグには向いてない。どっちかというと、クラちゃん1本ぐらいで考えたいカードかなと思います。 はい。ということで、ペイショット選手もね、グレードだいぶ上がってきまして、93までしっかり上がってきました。まあ、今回はですね、まぁ、あ、クラちゃん用なんでね、クラちゃん用に考えてた人は特にね、ここは狙っておきたい1枚かなと思います。まあ、リーグに関してはね、この後のカード出る可能性も、まあなくはないんでね、まあ、そこら辺を期待してみるか、まあ、とりあえずここはね、まあ押さえとくか。まあ、グレード93だったらね、結構正当な高い評価に、ね、受けてると思いますので、まあ、今後のカードにもね、期待できるような結果になってるんじゃないかなと思います。 はい。ということで、本日最後ですね。名古屋の選手見ていきましょう。はい。ここはパトリック選手、グレード93、パワータイプで登場しています。スキル構成がパーフェクトポストプレイ、エースストライカー、豪快ボレー。チームスキルがフォワード全パラ強化 A。ボーナスセンスはオフェンス20パーアップのプラスと EP30 パープ,プラスのダブルセンス。総合値6776のオフェチが1666というカードになってます。 はい。ということで、パトリックス選手のね、カード評価していきたいんですが、ここはですね、クラちゃんは、まあ、ここも9.5かな。で、リーグも8.5で評価したいと思います。はい。ということで、先ほどのペイショット選手と結構似たようなカードがね、来てますね。スキルも一個違いだしね。はい。ということで、まあ、ちょっと評価かぶりますけど、まずクラちゃんね、パークとポストプレイね。まあ、先ほど申し上げました通り、ポストプレイヤーの上位。で、裏 IP50% ですね。まあ、これめちゃくちゃ稼げます。 で、S ス,ストライカー豪快ボレーなんで、まあ、PK キッカーしたりとか、ま、あ周りとね、まあ、稼ぎに行けるんでね、まあ、フラスル系とかクロスターのいいね、稼ぎ頭のカード持ってれば、まあ、このボレーをね、さらに行けると思います。ま、あ正直ポストプレイね、パイクトポストプレイ持ってるだけでだいぶこれだけでも稼げるので評価高いんで、で、あとプラスね、ボナセも EP30% プラスあるので、これ足すとま、9.5ぐらいは、はい、見ていいと思います。まあ、十分クラチャンでね、やっていけると思います。 で、リーグに関しては、ま、これも8.5ですかね。まあ、ボレーがある分ね、さっきのペイショット選手よりは得点の匂いがちょっとしますけどね。まあ、標点上げるぐらいの代わりになるかって言われると、まあ、どうかなというところですね。はい。まあ、ちょっと被るんですけど、まあ、ポストプレイがね、まあ、点狙えなくはないんでね、そこで得点力を見出していってもよまあ悪くはないんですけど、ただ正当なね、結構なしっかりとしたシュートスキルを持ってる選手はちょっと勝ち目ないので、ま、あくまでクラちゃん用でね、ここも考えていただければなと思います。 はい。ということで、パトリック選手もね、まあ、ここはクラチャンでね、しっかり稼ぎに行きやすいカードが来ましたので、特にクラチャン用のパトリック選手ね、欲しかったなという人は、ここはね、セガヒでも狙っていきたいところかなと思います。まあ、リーグ用のカードをね、今後出る可能性もありますので、そちらにも期待していいと思うんですけど、まあ、とりあえずは、今回はね、まあ、クラチャンでいい評価を受けてるカードが出てると思ってください。はい。ということで、本日は、えー、パート26選手紹介していきましたいかがだったでしょうか。 まあ、パーフェクトポストプレイ持ちの選手がね、結構今回多いような気がしますね。まあ、それかヘッターかボレーかみたいな。まあ結構その、射程距離が長いシュートとかをね、中心的に持ってるストライカー系のカードとかではないんでね。あと、あくまで結構的,的なカードが増えてきてますので、その特徴をうまく捉えたカードが、まあ出てて、かつ価値を感じるならそこのポジションの補強対象にもなってくるだろうし、 であとは、センターバックね。まあ、今回で言うと、トーマス・デン選手とかね、ヘドワルド選手とか、まあ、ここら辺もしっかりいいカード入ってきてましたし、まあ、ソン・ボム軍選手みたいなね、ゴールキーパーのカードとかも、ね、しっかり入ってきてますので、まあ、こういったところ、まあ、幅広いね、まあ、さっき冒頭にも言いましたけど、CF とセンターバックとゴールキーパーというところで、まあ、補強しやすいね、限定になってますので、えー、補強対象合致する選手をね、しっかりと狙って、えー、ぜひね、有意義な 1, 1ヶ月をお過ごしください。ということで、じゃあ今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまででします。バイバイ。